せーの、パパラピーズです。今日はパパラピーズのお二人に、はい、ロボット制作をしてもらいます。ロボット制作、ロボット制作、ウィーン、ウィーン、っていうこのロボットでございます。すごい、だってそんなできんねやね、こんなね意外に機敏でしょ。教えてくれるのはヘボコンマスターの石川と申します。今日はよろしくお願いします。石川さん、よろしくお願いします。ヘボコンマスター、なんかヘボイみたいな感じの、はいはい、ヘボコンのヘボイ版です。あ、ほんまにヘボイって言うみたいな。ちょっとヘボイっていう表現制してるかなって思っちゃったんですけど。ヘボコンとは、技術力の低い人が自作のロボットを持ち寄り対決。そのヘボさを競い合うという日本一ハードルの低いロボットコンテスト。大会の主催者を務めるのがヘボコンマスター石川さん。今回は2つ実物をご用意いただきました。こちらはヘボコン界でもクオリティが高いとされるロボ。敵の方に来たらこういう感じで回転攻撃ができる。すごい、すごい。反対にこちらはヘボコン界の底辺、ホラガイを吹く風力を利用して前に進むという仕組みですが、1ミリも動いてへん。1ミリもね、動かないんですよ。すごい、このフォルムがマジでヘボい。そういいヘボが出たとき、やばい、や、本当にガチなヘボや。すごいこれ。なるほど、ちょっと僕たちからしたら今の説明でハードルが一気に下がって、はい、ヘボイロボットでやったらなんか作れそうな。ヘボコンの魅力が分かったところでロボット作りスタート。まずは土台となるロボをこの中から選びます。これの上にいろいろ飾り付けをしましただけだとあんまり面白くない、まあ確かに。これをここに乗せてやると、うわ最高、相手に近づいた上でこうバシバシバシって炙る。確かに、あ、組み合わせはあり、組み合わせ OK。 あ、組み合わせ、そこちょっとまた話変わってきますよ。田中川、パンチ型、ミニ四駆型のロボ。ジンジンはバイク型、タンク型のロボを選択。次はですね、はい、この上に乗せる装飾というか、こう見た目を整えるものを選んでいただきたいと思います。たくさん、これすごいですね。いっぱいありますね。どうしよう、え、ほんまいるかな。もう一旦僕これがめちゃくちゃ気になる。あ、それね、やっぱりもうそんなんがこうね、近づかれてみんや、ね、怖いやろ。いや私はね、やっぱなんか謎にこれにすごい惹かれる。なんでやねん。いや、なんかいけそうやなって。作っていきましょう。いよいよ制作開始。はい、本体2台あると、2台ずつあると思うんで、はい、それをどうつなげるかっていうのを考えるのがいいかな。そうですよね。まずは選んだ2つのロボを組み合わせますが、ここでジンジンに事件が。できました。はい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 、こうやって聞きません木の鈍い音したんですけど、せいじゃなかった今にだ。なんか横でやってる。バキバキにいっちゃいましたけども、これ取ったままの方がもしかしたらここにつきやすいかもしれないですね。そういう、なるほどですね。一回こうブチッといっちゃって、あ、本当に取れちゃうと、こういう感じで、はい、やるつきやすいかも。アドバイスをもらいながら作業を進める。一体どんなロボットができたのか。すごいじゃねえか。ということで、はい、完成しました。できました。イエーイ。ミリアちゃんのワクワククッキングカーでございます。キッチン周りのアイテムとかの飲食店に置いてるようなアイテムをいろいろ使いまして。なるほどなるほど。佐藤けさのです。佐藤けさの、あんたのおばあちゃんやないかい、それ。あんたのおばあちゃんの名前、それ。ちゃんとなくこの顔の感じがちょっとけさのに似てる。けさのに似てる。すごい、ないしや、びっくりした。会ったことないよね。今朝の3、一応ね、会ったことない。初心者マークで、ね、相手をちょっとなんか初心者なんで柔らかにっていう。あ、なるほどなるほどなるほど。ミリア VS ケサノロボットバトル。1分以内に相手を線から押し出す、または倒した方が勝者。ミリアかケサノか、勝つのはどっち？
あ、これいいですね、ミサ。やったー、いいよいいよ、いけいけいけ。ケサノがちょっと今手ついちゃってるので、これアウトですね。ミリアの勝利、優勝になります。やったー。パパラも白熱、ヘボさ満載の熱き戦い、ヘボコン2023は8月に開催。ぜひお二人もですね、エントリーしていただけると。ちょっとこれでエントリーするのもありじゃない。ロボット制作を通してものづくりの楽しさを体感した。そんな二人にとあるものづくり企業から招待状が。はじめまして、私たちは快適なドライブ体験をサポートするトヨタコネクティッドという会社です。最先端のサービスを体験していただきたく会社見学にご招待いたします。お、何、最先のサービスを、うん、ということでトヨタコネクティッド本社に直撃。トヨタコネクティッドは IT で人と車をつなぐことを目的に、安心安全でより豊かなサービスを提供する最先端のものづくり企業。広報の神戸さんにお話を聞いてみました。時代のニーズに合わせ様々な開発を行ってきたが、よりドライバーを助ける革新的なサービスが誕生した。それが車の中でお客様との接点もっともっと持てないかっていうところで、つながるカーナビっていうものが導入されたんですね。最近のこれはもっと身近な、めちゃ進化した、進化したよ。そうなんです。 T-Connect っていうサービス名でやっているトヨタ車だったりとかレクサスに搭載されているカーナビに、もしよかったら、はい、実際に2人にも体験いただきたいなっていうふうに思うんですけれど、いかがですか。いいですか、私たちで。嬉しい、それは嬉しい。最先端のサービスを搭載した車に乗り込み、いざ体験。コネクティッドサービスの中でも、はい、オペレーターサービスっていうのがすごいですよね。オペレーターにつなぎ行きたい場所を伝えるだけで、検索から目的地設定までしてくれる超快適なサポート。パパラも体験します。え、すごい。はい、パパラピーズ様、ご用件をお伺いいたします。すごい、パパラピーズです。よろしくお願いいたします。お願いします。名古屋観光をしたいんですけれども、はい、あのおすすめの場所とかってあったりしますでしょうか。はい、お待ちいたします。少々お待ちくださいませ。はい、お願いします。え、これでいけるんですか。え、ちょっと24時間体制ですか。はい、24時間365日パワーワード、ね、サービス様、大変お待たせいたしました。はい、まず1箇所目でございますが、久屋大通公園でございます。久屋大通公園、2箇所目が名古屋町となっておりまして、目的地として2軒までにお送りいたしますので、気をつけていただきませ、はい、ありがとうございました。すごい。それではトヨタのコネクティッドサービスで行く名古屋観光スタート。安全運転で参ります。よろしくお願いいたします。はいはいや。若者特にさ、目的のないドライブってめっちゃするやん。今のオペレーターさんと相談してさ、おすすめをこう出してくださって、時代だ時代だ。今日ね、さっきは晴れてたんですけど、曇りっぽくなってきて。そうね、確かに言われてみれば。ちょっと天気ってさ、大事やん。確かにそうやけど、ちょっと関係でも聞いてみよう、一応。うん、一応ね。本日の天気を教えていただきたいんですけれども。曇りとなっておりまして、はい、最高気温が 30.5 度となっております。はい、6時から雨が降っております。 あら、わかりました。ありがとうございます、詳しく。すごー、マジすげえ。なんか自分で調べろ。それはそう、あの自分でお調べになってはいかがでしょうかって言っちゃいそうやもんな、もう丁寧な基調でな、うん、あ、すげえ。この後まだまだ続くパパラのドライブ旅。ちょっとなんかさ、小腹空いてない？そうね、ちょっと近くでちょっとおすすめの名古屋のこう美味しいパン屋さんみたいなのって。こちらですね、ちょっとこれ一点確認いたしました。ご覧から見てる名古屋店という店舗でございます。はい、営業中で間違いなかったですか。はい、営業しております。あ、よかったです、そこまで。ありがとうございます。近く
くのお店を教えてくれるのですぐに到着ということで買ってまいりました。ちょっとドライブしてパン屋さん行ってとか超平和やん。3150最高、行きましょういただきます。うん、うまっ。出発進行。はい、お腹も満たし走らせること数分。すごい名古屋城が見えるよ。ちょうどコネクティッドサービスを使ったドライブどうだった？いやちょっとね、ここまでこう車が進化しているとは思ってなかったというか、こんな快適なドライブがあるんだっていうことをね、うん、知りました。短期間で企画から開発までを行う発明コンテスト、ハッカソン。メーテレが主催する学生 SF ハッカソン、エレクトリックシープに参加したい学生さんを大募集。8月23日と24日の2日間、メーテレのスタジオで未来を豊かにするものを発明していただきます。ナビゲーターを務めるのはパパラピーズ。 SF ハッカソンでは未来のワクワクを考えるテーマがいくつかありまして、でその中にですね、あのトヨタコネクテッドさんが出題されるテーマがね、あるんですよね。はい、私たちが出題したテーマはモビリティ×ビッグデータ×ファンというですね、お二人が体験した最新技術がもっと進化した未来を学生の皆さんに考えていただこうと思っています。優勝チームには賞金30万円を贈呈。他にも副賞盛りだくさん。詳しくはエレクトリックシープで検索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 だけ大きな声ですよね。そうですね。